カラオラは、スペインラリオハ州のムニシピオ。人口では、ラリオハ州、第二の都市である。エブロ川とシダコス川の合流地点に位置する。農業が、中心のコマルカで、リオハバフ派の中心自治体である。カラオラは、ティトゥスリウウス。後に、ストラボンの著作に初めて名前が登場した。1199年、サンミジャンデココジャの修道院に特権を与える旨。 記した教書には、カラグラの名が残っている。カラオラには新石器時代から人が定住し、鉄器時代から、ある程度の人口が定着していた。丘の上という戦略的な位置にあったため、紀元前187年、ローマが一帯を征服した。ローマ時代には、カラグリスナッシシカユリアの名で呼ばれた。セルトリウスの反乱では、 グナエウス・ポンペイウスと争ったクイントゥス・セルトリウス側にカラグリスは月き、紀元前76年から抵抗した。しかしわずか4年後、兵糧を断たれて植えたカラグリスは、ポンペイウス側のルキウス・アフラニウスによって征服された。ユリウス・カエサル、そしてアウグストゥス・テイは、カラグリスをムニキピウムとし、都市計画を整備し、ローマの経済と政治を導入した。 発掘された遺跡からは、浴場、闘技場、アンフィテアトルムが見つかっている。高貨を鋳造し、司法の中心地であったこともわかっている。著名な修字学者クインティリアヌスは、カラグリスの生まれである。カラグリスは、バスク人の都市と同様に、ローマ時代に、キリスト教を受け入れたと考えられている。4世紀から5世紀までは、カトリック教会のカラオラシ教座が置かれていた。 714年、イスラム軍がカラブリスを征服した。彼らはこの地の農業と都市化に貢献した。戦略的に重要な位置にあったことは、アラブ人支配時代でも変わらなかった。幾度か、キリスト教徒軍との間で占領、再占領が繰り返された後、1045年4月、苗、ラオーガルシア3世がカラブリスを征服し、 ナヘラパンプローナ王国へ併合した。ラ・リオ派全体がカスティーリャ、ナバラ、アラゴンの三国が接する国境地帯であった。ナバラとアラゴンとの争いの末、カスティーリャをアルフォンソ6世がカラオラをカスティーリアへ併合した。カラオラには独自法で収められ、壁で他とは隔絶された状態のゲットがあった。最初にユダヤ人が定着したのは11世紀で、 繁栄を謳歌した14世紀にはおよそ600人が暮らしていた。この月頭には中世ユダヤ著作家アブラハムイブンエズラが暮らしていたことがある。トラスタマラ町のエンリケ2世がカラオラを占領した時多くのユダヤ人たちがナバラへと逃れた。カトリック領王のグラナダ直霊によってスペインからユダヤ人が追放されカラオラに住んでいたユダヤ人たちは 多くがクラクフへ逃れるか、キリスト教に改修した。ゲットーの場所は、キリスト教徒の住宅地となり、かつてあったシナゴーグの場所には、サンセバスティアン小聖堂が、トーラーがあった場所には大聖堂付属博物館が、現在建っている。1512年、アラゴン王フェルナンド2世のナバラ征服によって、ラ・リオ派全体が閉廷された。1522年3月22日、 ローマ教皇ハドリアヌス6世がカラオラを訪れた。19世紀、鉄道が敷かれ、缶詰工場が作られた。ありがとうございます。